スーヒロシは、新末の革命家。著作の、革命軍は、侵害革命に、大きな影響を与えた。字は、うつたん。1902年に、日本に、自費留学し東京の同文書院で学ぶ傍ら、革命運動に参加した。1903年、同級生の長次、陳独修等と共に、新国政府留学生監督である、洋文法の弁髪を切断。 そのことにより、新国への帰国を迫られている。帰国し、上海に到着した後は、革命活動家である、小平林、小師匠等と交友を結び、積極的に、挙老運動や、愛国学者の革命活動に参加。また、同年、革命軍を出版し、満足排除と、新朝打倒、民衆による革命と、清しみかど及び、満人の中殺、そして自由独立な、 中華共和国の建国を提唱した。間もなく、祖父法事件が発生すると、スーヒロ氏は、昌平林と共に、新国政府の要求を入れた上海共同疎開により、指名手配された。スーヒロ氏は自主死後半での新国政府との正面からの論戦を挑んだが、後に、懲役3年の判決を受けた。 週刊2年目に20歳で獄中で病死している。革命軍は内外で増殺され、出版総数は100万部を超え、新末の革命関連書籍の中で最も多くの読者を獲得し、革命思想の宣伝に大きな影響を与えた。それ以降中華民国政治史で登場する紹介石古敵が青少年時代に革命軍を愛読し、影響を受けている。 侵害革命成功後の1912年3月29日、中華民国臨時大総統孫文は、スー氏に対し陸軍大将軍を追増し、1943年12月には、重慶市政府は、木内の新政路を、スー氏ロと解消している。また1946年6月に、重慶市南区公園に、スー氏ロ列式年碑が設置されその業績が、 検証されている。小介石は日本の新部軍工時代に愛読していたことが記録されている。と示さち、数広ヒロ指摘思想キ延編及びその在中国現代、革命史上の地位。1904年に上海売景小学で学んだ際に愛読した時に愛読した様子が40字術58ページに引用されている。ありがとうございます。